メタノカルドコックス・ヤンナスキーは、ユリアー・キュオタニ属ス、海洋性、超高熱性のメタン菌である。古細菌として、全ゲノムが初めて解析された種として知られる。旧名は、メシナコカス・ジャナシ。2002年に新設されたメサナコールデコカス属に移動された際、この属のタイプ種に指定された。 学名の種形容語は、熱水噴出口周辺の生物の研究で知られる、ホルガージャニッシュに懸命されたものである。1983年、ウッズホール海洋研究所によって、東、太平洋の水深2600メートルにある、熱水噴出口から発見された。やや不規則な形をした弁毛を持つ球菌で、若干酸性に寄せたをした、海水中でを、 または、水素マイナスに酸化炭素を基質として増殖する。増殖は1世代あたり25分であり、メタン菌としては最も早いという特徴がある。増殖温度は48摂氏86度、最適増殖温度は摂氏85度の超高熱菌である。メサナコールデコカスジャナシは最初に全ゲノムが解読された個細菌として知られている。 1996年、先行して解析されていた新生細菌のインフルエンザ菌、マイコプラズマジェニテイリアム、新核生物の質が公母に次いで4番目に解読された。ゲノムサイズは 1739,927BP。1664,970BP の染色体と2つの小さなプラスミドを持つ。 タンパク質を高度する遺伝子は1771箇所である。インフルエンザ菌などと類似する遺伝子は少数であり、解析結果は古細菌が他の生物とは大きく異なることを裏付けるもので、3度メイン説が定着するきっかけの一つとなった。ありがとうございます。